今朝もちょく行くよ。愛知県にある介護施設、働くスタッフ、実は筋骨隆々な肉体美の持ち主、フィットネスの選手やってます。ウェルビーイング見つけた。愛知県一宮市、主に障害福祉事業を展開するビジョナリーではある課題に挑戦してきました。人材不足っていうところが、一番課題として、不人気だからみたいなので諦めるみたいなこと絶対したくなかったですし、人材不足を補うきっかけを作るため始めたのがマッチョな人材を集めること。社内に実業団も設立しました。かっこいいと思うんですよ。何かに向かって一生懸命な人が身近にいるって人生の中ですごい大事だな、僕もこんなことを頑張ってみようとか、ポジティブなオーラになっていくな。会社が大切にしていること。なりたい自分を追っかける世の中になったら、なんかもっと素敵だなって思いますよね。実業団のメンバー、スミさんが目指しているのは、大会でまず優勝することが目標で、介護の現場で生かされることも。肩麻痺を患う利用者の目標は自分の力で歩くこと。スミさんのアイディアは、スクワットみたいな動きもこの介護の中で入れてった方がやっぱりいいんですかね。立ち座りがどれだけできるかっていうのもすごい大事なところなので、立ち上がる動作で歩く力を養います。太ももの力がやっぱり大事になってくるので、浅めに座って力入れれる状態を作って立ち上がる。なりたい自分に向け共に歩みます。大好きなトレーニングもしつつ、介護の現場に来ると関わり次第で笑顔を見れる、充実しています。今日あなたは、謙虚、笑顔、感謝。なりたい自分になろうと思った時に、自分一人だけの力ではなれない、大事にしている言葉であります。自分への挑戦が笑顔を生み出していきます。次回はなりたい自分を支える取り組み。